4R1031962 年式、江ノ島鎌倉観光日産ディーゼル R、RA は、民生デーゼル工業、日産ディーゼル工業が製造、販売していた大型路線、観光、自家用バスである。1973年に日産ディーゼル U、UAA とモデルチェンジし、生産を終了した。民生デーゼル工業のリアエンジンバスは、1950年発売の、 KD3 型にサイクルディーゼルエンジン搭載のコンドル BR30、31、32型と KD2 型エンジンを搭載したコンドルジュニア b r 2 0 21型から始まった。これらは富士自動車工業製のフレームレスモノコック車体でドライブトレインは横置きエンジン、アングルドライブである。1955年。 エンジンを上下対抗ピストン式の KD 型から、頭上弁を持つユニフロー早期式の UD 型へ変更した RF、RNK、コンドルと新日国工業製フレーム付き車体を仮装する RSK、イーグルを発表した。また、フレーム付けリアエンジンバス RX 系を追加した。1957年、エアサスペンション仕様のアレフェ、ルキサ系を追加して、 ラインナップの充実を図った。1958年、RSK、イーグルの生産を終了した。4R941966 年式、カンバラ鉄道後 r a 1 1 0 1 9 6 7年式、江ノ島鎌倉観光 PR95 市販1号車1970年式、江ノ島電鉄 4R821974 年式、 共同バスリケンコランダム特定者名板の表示は昭和49年5月生となっており本系列最末期製造者である発売年次別に列記する形式のうちエアサスペンション使用者は R の後に A が付き 4RA、6RA などとなるまた末尾の数字はホイールベースとフロントオーバーハング寸法の区別である1973年に生産終了 ただし、共同バスの 4R82、九十九里鉄道の 4R105 など、製造名盤が昭和49年製の表記となっている例が数例存在する。金山製車体の例4 r 9 4 9 6 8年式、東京急行電鉄。ありがとうございます。